出るかな、メキメキいってる、大丈夫か、いってる、怖っ、お、2個出てきたね、じゃないかな、ほら、あ、いい感じいい感じ、メラキッズクラブ、ダンボール自販機で料理にチャレンジ、ゆくりです、さくやです、お兄さんです、何を使うかというとこちらです、おう、これは何でしょう、うまい棒自販機だよね、その通り、今日はこのうまい棒自販機から出てきたうまい棒を使って料理をしてみようという企画です、うまい棒で料理を作っちゃおう、うまい棒のお好み焼きを作ります、食べれるのやったー、食べりまくります、それじゃあ早速作ってみよう、はい、じゃあ今日はお兄さんがこの自販機にランダムにうまい棒を入れます、で2人はこの自販機から出てくる何かわからないうまい棒を4つ集めてうまい棒をミックスしたお好み焼きを作ってもらいたいと思います、最初はじゃんけんぽい、アクション、よっしゃ、これから、 OK、 じゃあさけちゃんいきます、はい、出るか、メキメキいってる、大丈夫か、お、1個目はサラミ味、おう、サラミ味、納豆味、明太味、たこ焼き味です、じゃあ、たけるくんの番です、おいしそう、おいしそう、あ、2個出てきた、あ、出てきた、はい、出たのは、照り焼きバーガー味、コンポタージュ味、野菜サラダ味、チキンカレー味です、はい、じゃあ次はこのビニール袋に入れてください、で、ぐしゃぐしゃに砕いてください、はい、砕きます、はい、おお、すごいすごい、1分がある、お、それも潰しちゃおう次はですね、卵1個ずつ入れます、はい、じゃあ割った卵を袋の中に次は入れます、美味しい匂いする、お兄さんもまだ一回もやったことがない、混ぜてみます、ね、はい、はい、じゃあここの熱もいい感じになってきましたので、そろそろ流し込んでみましょう、楽しみだ楽しみだ、それでは流し込んでいきましょう、イエーイ、はーい、せーの、あー結構太いな、かないかな、何秒待つの、だいたい3分ぐらい固め、3分、うん、はい、ってことで3分待つよ、はい、イエーイ、食べてよ、うん、いいよ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 、はい、おいいね、うまいうまいうまい、じゃあさあね、押さえつけて、よし、たけるくんもやってみますか、うまくいこう、うまい、うまいね、いいね、二人とも、はい、じゃあまたこれで約3分待ちます、はい、それではだいたいいい頃合いになってきたので、まずさけちゃんの方から取り上げてみましょう、おお、あ、いい感じいい感じ、それぐらいしなくてもいい、あ、綺麗に割れた、おの方が好きなの、はい、トッピングも用意しました、よし、これいただきます、いただきます、うん、おいしい、おいしい、おお。すげえふわふわしてて、ふわふわしてるね、本当だ、ふわふわしてる、よし、じゃあちょっとソースとか好きなのかけてみて食べてみようか、もうなんかなんとかだけとか言うのバレてるね、踊ってる、どう、たけるくん、おいしい、ソースつけるとやっぱ違うかな味、うん、おいしい、おいしい、お好み焼き感はどうですか、出た出たはい、じゃあ2人の味をちょっと交換して味比べをしてみましょう、違う、うん、違う、カレーの味がはっきりしてる、へー、カレー風味なんだそれ、うん、意外といけますね、じゃあこのうまい棒料理、おお、もうこれ家で簡単にできるから、うんうん、ぜひお家帰ってもやってください、はい、というわけで今日はこのうまい棒自販機を使って出たうまい棒でお好み焼きを作ってみました、簡単に作れるからお家でもやってみてね、バイバーイ、ご視聴ありがとうございます、面白かったらグッドボタンお願いします。